岐阜の異端宅です。マーダーミステリー勢、今回の役職はこちらです。おお、やば、めちゃくちゃ重要。唯一の一族です。ただ一人。俺が死んだら終わり。夜の行動。さあ、そして凶器が2個なんで、初日はノーアイテム確定。殺人犯に1個と共有部屋に1個、うん、さあ話よし、頑張ろう頑張ろう。おはよう。ノーアイテムに決まってんだろう。っていうかノーアイテムに決まってんだろう、決まってんだろう。イエイ。暴言じゃないけど、把握。そうね、サクサクよ、サク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 部屋よ。一部適当にする。マジで勇者。あ、確かにいいね。あ、ミカいいね。ミカいいかもね。それおみくじ大吉なの。やべやべやべ。10秒前。うん、いい。さあ大吉、おみくじで大吉を引いた人は一部告発をするとどうなるのか、検証。さあ告発。おお、おみくじ大吉の効果出た。すごい。夜の行動。さあおみくじ効果でね、愉快犯か共犯者が死んだんで、うん、ちょっとやりやすくなったな。でミカが村なのも確定した。ビルとか行ってみるか。客人が行動。お、当てちゃったよ。当てちゃった、やべえ、大活躍よ。話、おはよう、おはよう、おはよう。ビル、鉄、ファイプ。うわ、あ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 、勝った。勝った。降参。よし。カミングアウト。わい。私、一族。だから、誰かやって。誰かやって。一応私一族だからね、うん、で誰か私の部屋守りに来てね、守りに来てね。ビルが殺人犯じゃなかったら、頼むよ。 OK。 こうね、ここまでね、もう万全の状態でやる。万全の状態。一応ね、ビルが殺人犯じゃない可能性もあるんで。30秒前。にゃー、客人肉壁になりに来なさい、うん、そう。一応ね、ビル降参しとるけど、その降参も演技かもしれないから、それも見越して作戦をちゃんと立てとくっていう。10秒前。私も言ってた。あ、そう。よし。マジで？コロギャル。小月。勝った。完璧だね。完璧。すごい。おみくじ大吉と、初日から狂気見つけるっていうね。なかなかいい感じだったんじゃない？うん、さあ、一族の勝利です。これ犯人ステイした方が強いかもしれんな。もう弁解のしようがないもんな。この構成やったら弁解のしようがないで、犯人ステイ強いかもしれん。ローラ一族、スーザン記者、エマユ海犯、ミカ記者、サンドラ客人、ソフィア客人、ビル殺人犯で鉄パイプね、ニック共犯者。ローラ柿さんって早くね、反応早くね。ソフィア、反応早。ソフィアマジか。遊ばせろ。お、てか大吉効果出たな。
大吉効果出たね。効果出たね。大吉効果出た。すごい。ミカ神。ミカ神。神。YouTube って聞かれとるで、一応答えようか。ミカ神。YouTube です。YouTube ですって言うのか。YouTuber です。チャンネル登録お願いします。登録お願いします。っていうか、たまにはね、たまにはね、めちゃくちゃ、こんなこと言ったらね、結構ね、叩かれるでな。言わんけど、普段。ソフィアターン。出す。出します。出します。ありがとう。ありがとう、ソフィア。出します。出します。早かった。取れ高気にしとる。取れ高気にしとる、ソフィア。優しい。うん。取れ高気にしてて、気にしてるの優しい。優しい。かわいい。校内を無理。いや、大吉。うん。大吉効果で出せる。出せるはず。出せるはず。な。大吉効果でな。そう。うわ、また?あ、今回はロディ。SP 同士やな。はい、この部屋は、相方以外全員的です。相方以外全員的なんで、もう、ガンガンかましていきましょう。夜のコード。まあ、凶器が2個なんで、絶対ノーアイテムです。殺人犯に1個と共有部屋に1個。話し合い。頑張っていこう。おはようございます。おはようございます。時短よろしく。時短よろしく。よっしゃ。よっしゃ、勝つぞ。勝つ。勝つぞ。さあどうしよう、一部した方がいいかな、一部しよっかな、誰も、ロディがどうするかやな、適当に打つかって言っとんな、適当に打つかって言っとると俺も適当に打つか、いや、やめとこう、やめとこう、チキンや。30秒前、適当に打つ。みんなアピールするやん。ほうほうほう。ほほう。告発。ん?ニック死んだ。いいね。え?おいおい、みんな告発するって言っとったやん。みんな告発するって言っとったのに。え?しかも終わった?嘘!は?なんで?マジ?え、勝ったんだね、これ。え、俺の勝ちやろ?え、奇跡じゃん。奇跡。え、何?え、マジ?なんで分かったんや。何したん?え?ショーンが逃亡の恋人でニック連続殺人犯でロディ逃亡の恋人サンドラ隠し子ソフィア華麗な一族でビル怪盗フェイ教祖兄逃亡犯ねサンドラタンなんであそうなんや何回も入ってきとった私ソフィアあそうなのあの時のソフィアさっきのあの時のソフィアその偶然いい反応のやつおるなと思ったらへえー、いやいやかわいいね君かわいいね君うんあの時のソフィアと再会しましたボディやば。柿飯はいろいろ合う。
あ、2本立てやな、そう。いや、俺それ思った。これ2本立てにするわ、動画。2本立てな。